皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学空間図形の3回目、今回は面が動いてできる立体、これについてお話します。面の動き方2種類あります。それは垂直方向に動く場合、それから面が回転する場合ですね。この2つ、まず最初に垂直方向に動かしてできる立体、これについてお話します。括弧1では三角形 ABC、 これがあって、その三角形 ABC がずっと垂直方向に動いていったら、その動いた後はどんな立体になるか。これは絵を見て想像できますように、三角柱、三角柱、これができます。三角形が、ね、垂直方向に動いていくと三角柱になるんですね。これはイメージは簡単です。三角形の紙、これをまずイメージしてください。この三角形と同じ大きさの三角形の紙をどん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 上に重ねていくと、ね、こうやって重ねていくとどんな図形になるかと、こんなイメージをすると、ああ三角柱になりそうだなと、ね、こんなふうに分かりますよね。では括弧2では円 O があります。この円 O が垂直方向に動いていくと、これは円柱、ね、円柱になるんですね。この円をずっとそう重ねていくと、で重なってできたのは円柱ですよね。このように三角形が垂直方向に動いていくと三角柱、円だったら円柱、もし四角形だったら四角柱、五角形だったら五角柱、こうなるようにもう想像はできますよね。つまりその面の形がついたなんとか柱という形になるんですね。では次は回転する場合、これについてお話ししていきます。回転してできる立体、平面図形を同じ平面上の直線、これを軸として一回転してできる立体、これを回転体と言います。ここでは三角形ですね、括弧1番三角形、これをL を軸として回転させます。三角形 ABC を線分 AC を含む直線 L、 これを軸として1回転すると、これ円錐ができます。書いてみるとこんな形になりますね。ここは A で B で C は A の真下に来て、この辺りが C ということですね。こんな図形になります。次は括弧2番です。長方形 ABCD、 これを AD、 ね、線分 AD を含む直線 L、これを軸として1回転すると、こちらは円柱ができます。円柱ですから、まあこんな形ですかね。こんな形になります。この辺りが A で、ここが B で、C がこの辺りで、A の真下、この辺りが D ということで、元の形やるとこんな形ですかね。こんな形になります。このように円錐、円柱ができるわけですね。こちらの問題でテストに出るとき間違いが多いのが、この円錐の部分を三角錐って書いちゃう、そういう子がたまにいるんですよ。ですからここはしっかりイメージをできるように しておきましょう。
この回転するとき、回転する軸の上の方からこの立体を見るとどんな風になっているか、ね、なっているかイメージすると、ここの部分が BC の部分、ね、CD の部分だと思ってください。でここの部分が軸の L の部分、 L を中心に回転するとこんな風になりますよね。こんな風に回転した跡が残っていきます。こうやって見ると、ああ円を描いていくんだなってイメージできるでしょ。ですからこの回転体というのは底面の形は必ず円になる、ね、こうやって回転していくと円になるということなので、円錐円柱、こんな形になるんですね。そしてもう一つ、言っておくと、この立体の側面を作っている辺の部分、この円錐の側面を作っている辺、これは AB ですね。ここの部分、辺を作っているところ、これを母線と言います。母の線と書いて母線。側面を作っている辺の部分、母線はここでは線分 AB です。これが母線になります。こちらでは側面、ね、作っているのは BC の、ね、ところですよね。ですから線分 BC、 この部分がこの立体の母線とこうなるんですね。側面を作る辺の部分、これを母線と呼ぶ、このことも覚えておいてください。今回は面が動いてできる立体、面と垂直方向に動いた場合、ね、回転させた場合、この2つについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。